能登鉄道 NT300 系機動車は2015年3月に2両が製造された能登鉄道の観光列車用機動車である。能登里山里会合の愛称が付けられている。能登鉄道が2010年代初頭から取り組んでいた観光客の増加策に加え、金沢に延伸開業する北陸新幹線によって増加が見込まれる観光客を能登に招致するため、石川県及び 沿線市長の支援による観光列車として NT300 型が導入された。普通列車用として導入されている NT200 型と基本設計を共通とし、外装を、のとの海をイメージした鏡面仕上げの青、内装を沿線の伝統工芸品を車内各所に使用した観光列車用に変更したものである。製造された2両の仕様はほぼ同一だが、 二両編成で観光列車として運用される前提のため、NT301 はトイレなし、NT302 はトイレ付けとなった。NT200 型との並結も可能で、平日ダイヤでは定期の各駅停車に連結されて運転される。車体は NT200 系のものを基本とするが、外部塗装は能登の海をイメージした日本海ブルーを基調に、下部に、 大地の実りをイメージしたエンジン色の帯が巻かれた。塗装面は、鏡面仕上げとされた。窓は、長望を妨げない要望積もりの二重ガラスとされた。七尾寄りの客室のシートはすべて、海向きとされ、山側は床面を1 5 0ト、mm、ル高くした、ソファーシートとなった。NT301 では、ソファー席の七尾寄りには、サービスカウンターが設けられ、NT302 では、 新商社対応のトイレは設けられた。それ以外の部位はボックスシートが計8組設けられたが、背もたれの高さが従来車より100ミリメートル高くなっている。NT301 では里山をイメージして座席はオレンジ系。NT302 では里海をイメージして青系とされ、両車とも表布には能登霧島がデザインされた。沿線の伝統工芸品である。 輪島塗り、辰ツ浜建具、鈴焼、能登上府、人志行和紙、能登島ガラスが、車内各所に用いられた。排気管用ペースを拡大し、伝統工芸品の展示が行われている。穴水側の助手席側には、座席が設けられ、展望スペースとなっている。車内を開放的なものとするため、ソファーシート上部以外は荷棚を廃止した。エンジンは、カミンズ製。 N14R を一機搭載、動力は変速一段、直結三段の多クマイナス33から1603、変速機を介して台車に伝達される。補給類は軸駆動とすることで、ベルト類を廃止した。前くらい、即台車は二軸駆動の同台車 NF-01B、後くらい側は受台車 NF-01BT で、いずれもボルスタレス式の空気バネ台車である。 制動装置は電気指令式空気ブレーキが採用された。製林後の凍結を防ぐため、動力台車には陶器留置ブレーキが設けられた。空調装置、制御装置は NT200 系のものが踏襲された。車両制御は多重電装で行われ、配線数の削減が行われた。冷房装置は心霊媒対応、ベルトレスのものが、暖房は気管排熱を利用した。 温風式のものが採用された。2015年4月29日から運行を開始した。土日祝日及び水曜を除く夏休み期間中は NT300 系の2両編成で通常の列車より速度を落とした観光列車として運行されている。水曜を除く平日は定期普通列車に NT300 系1両が連結される形で運転される。ありがとうございます。